東別ダムは、北海道石狩郡東別町、一級河川、石狩川、水系東別川に建設されたダムである。北海道札幌土木原業所が施行した同営ダム。国庫の補助を受けて建設された補助多目的ダムで、北海道が管理する多目的ダムとしては屈指の規模の人造庫が誕生した。東別川、石狩川の治水目的及び札幌市、 小樽市、石狩市、東別町の水道水源として建設された。だが、公共事業のあり方をめぐって、現在も論争が繰り広げられているダムの一つでもある。形式は日本で開発された台形、CSG ダムを採用、包み高は52.7メートルである。2012年10月に完成した。上流部から見た、東別ダム本体東別側には1962年、 農林省によって上流の東別町青山奥三番川に先に青山ダムが建設されていた。だが、治水に関しては整備が立ち遅れており、洪水による被害を受けていた。また、札幌市や小樽市の人口増加に伴う水需要の増大に対応するため、1980年北海道によって計画された。当初形式は重力式。 コンクリートダムとして計画されていたが、コスト縮減のために、台形、CSG ダムに変更になった。台形、CSG ダムとは日本で開発されたダム形式で、セメントで固めた砂力を台形に固めて建設する、方式のダムである。一見重力式、コンクリートダムに似ているが、骨材の優劣に関係なく、材料を使用できるため材料の合理化を図ることが、可能となる。 このためコストを縮減し経済性に優れ、さらに強度もダム建設で満足できる安全性を保てることから近年注目されている広報である。東別ダムの他に北海道ではサンルダム、厚ホロダム、ミカッサポンベツダムがこの形式である。東別ダムのダム湖周辺はモミジやイタヤカエデなどの紅葉の名所として知られている。本体工事着手前の東別ダムサイト、 東別川及び石狩川下流部の洪水調節、東別川流域農地への環境水利見分の溶水補給、東別川の流量一定化による生態系保護を図る不特定利水、札幌市、小樽市、石狩市への浄水道供給を目的として2012年完成予定であるが、計画当時から反対運動が強く保障交渉が長期化した。 特に水没のうち面積が350ヘクタールに及ぶことから1997年に水源地域対策特別措置法の法究上指定ダムに認定され保障のための国庫、補助額が増額された。この結果現在は交渉も妥結し住民はすべて退去したが公共事業再検討の風潮が高まり東別ダムも事業の再検討を迫られた。 この中で建設費縮減を図るためにダムの規模縮小が図られ、その一環として大形、CSG ダムへの形式変更となったのである。ダムに反対する市民団体は建設差し止めの署名活動を行ったが、建設費を分担する下流受益地の札幌市がダムの必要性を訴え、小樽市も水道供給量を減らしたもののダムは必要であるとの認識を示した。 2005年、北海道の諮問機関である、北海道公共事業評価委員会は、東別ダムについて長い間行われた、建設可否の議論をまとめ、包み高3メートル抑制と、台形 CSG ダムへの形式変更といった、規模縮小、建設費節減の努力を評価して、ダム建設は妥当であるとの結論を出した。これを受け北海道は、 凍結状態であったダム建設を継続させると表明し、2012年10月に完成した。ありがとうございます。